アマルベ鉄橋、空の駅アマルベ鉄橋、空の駅は、兵庫県三方郡上町霞区みアマルベにある、展望施設である。西日本旅客鉄道三陰本線のアマルベ駅及び、アマルベ橋梁に隣接する。旧アマルベ橋梁の一部を展望台にしている。画像手前は現アマルベ橋梁。設置工事中のエレベーター。三陰本線の旧アマルベ橋梁が、 老朽化により2010年にかけ替えられたことに伴い、アマルベ周辺の観光資源の整備の一環として、兵庫県が道の駅とともに約5億5000万円をかけて整備を行い、2013年5月3日にオープンした。旧アマルベ橋梁の西側の橋脚部分の一部を活用し建設された鉄橋展望台であり、全長は約68メートル、幅は 約3メートル。先端からは、王子の線路や枕木を残した軌道が眺められる。また地上約40メートルの高さから、日本海と海辺の集落を望むこともでき、通路には、真下が見える、覗き窓もある。トイレはないが、隣接するアマルベ駅内市地上にある道の駅、アマルベのトイレが利用可能である。後に、地上から空の駅へのエレベーターの整備と展望施設の、 延伸が施行され、2017年11月26日、正午から一般の利用が開始された。なお、現状は、新型コロナウイルス感染症対策として、1回の運用につき定員4名に限定している。ありがとうございます。